食の安全が脅かされています。お疲れ様です。パーソナリティの出雲です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本政府が渓谷産キムチなどにリコール命令。厚労省が下したお仕置きに渓谷業者が大慌てをお送りします。渓谷産のキムチ、水産加工物から大腸菌検出。2022年2月、渓谷のコリアエコノミクスは、渓谷の水産物加工物など多数が日本で衛生違反となり、返送、廃棄処分命令を受けたと伝えました。日本及び渓谷の食品当局によると、イカキムチ、タコキムチ、クワメギ、サンマなどの煮物、昆布麺に衛生違反が見つかりました。イカキムチは細菌数が16万個検出され、成分不適合。またタコキムチは大腸菌陽性、クワメギも大腸菌陽性、昆布麺からは発育可能な微生物の陽性判定が出ました。そしていずれも全量廃棄あるいは返品措置となったのです。これに対して渓谷農水産食品流通公社は、冷凍解消品において大腸菌陽性で違反になる事例が多発している。冷凍食品の場合、冷凍食品規格基準により細菌数が 1g あたり10万以下でなければならないので、特別な注意が必要になると注意喚起しました。日本では2001年に BSE 感染牛が発生し、2003年に食品安全基本法が制定されました。食品の安全性の確保に関するあらゆる措置は、国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識のもとに講じられなければならないという基本理念が明示されたのです。厚生労働省、農林水産省、消費者庁、環境省などによるリスク管理と食品安全委員会によるリスク評価を徹底しています。そしてこれらの機関の関係者間の幅広い情報や意見交換によってリスクコミュニケーションを常に行っています。そのため国産の農作物や加工品は安全性が高く、品質も守られ、私たちは安心して食品を口にすることができているのです。今回の渓谷産の返品措置なども、こうした法律がきちんと機能しているからこそできたものですね。相手の品質に疑問がある状況ですから、自分たちでしっかりと守らなくてはなりません。こうした渓谷産食品の衛生違反を知った日本の人たちから多くの意見が寄せられましたので、その一部をご紹介します。日本の反応。これは氷山の一角だろう。以前から渓谷産キムチや水産物には衛生違反が指摘されているからね。もう細菌まみれなのは覚悟しないと。日本側でも全数検査しているわけでもないだろうから、長生きしたかったら渓谷産は食べないに限る。渓谷って出荷前に商品の検査とかしないの？メーカーも検査せず、役所も輸出品としての抜き打ち検査もせず、相変わらずお気楽だね。渓谷海苔の時にも散々やられたよな。今度は大腸菌まみれか。今まで渓谷のものを買って散々痛い目に遭っているから、キムチを買う時は原材料も含めて日本産じゃないと買わない。テレビでは全然話題になっていなかったよね。渓谷が裏金をつかませているのかな。そうじゃなければ大々的に報じるべき話題。なんでテレビではこのニュースを報道していないのかな。国民の生命の安全に関わることなのに報道しないなんて、そんな報道の自由はありえない。国民に知らせなければならないことを知らせる責務を放り出していると言わざるを得ない。渓谷から輸入したキムチの中から寄生虫の卵が検出されて大騒ぎになったことがあるけど、やっぱり相変わらずだね。こんな国から福島県産の食品が危険だと言われる筋合いはない。知り合いの業者が渓谷や中国からの輸出食品はあらゆる細菌や汚染物質だらけだと言っていた。食品の中に不純物がないか調べている会社の人なんだけど、もうキムチはおろか、その他全てのものを食べる気がしなくなったと聞いた。同じようなことが前にもあったよね。
キムチ以外のほとんどの警告産食品も怖い。インスタント麺なんかは発がん性物質が検出されたしね。某大手コンビニによく置いてあるパッケージされた焼き芋や干し柿も警告産なことが多い。よく調べてから食べた方がいい。テレビで報道しないなら SNS で急いで拡散していこう。これがあるから国産にこだわる必要がある。産地偽装には厳しい対応を求めたい。こういうことがたびたび起こるなら、食の安全保障の点からももう警告産キムチの類は輸入しないという断固とした厳しい措置が必要。警告の違反率がダントツ。輸入食品等の食品衛生法違反事例。日本では2003年4月から9月に警告ドラマ冬のソナタが放映され、韓流ブームが起こりました。その後しばらく韓流ブームは沈静化していたのですが、また韓流ブームの波が来ました。それはテレビ離れも相まって、ネットフリックスなどの動画配信サイトの人気が高まったからです。動画サイトで愛の不時着、イテウォンクラス、サイコだけど大丈夫など警告の人気ドラマにハマる日本人が増え、 SNS やテレビの話題にも上がることも多くなりました。警告では焼酎を飲む場面が登場することが多く、そこで飲まれていたのが緑の小瓶チャミスルです。チャミスルは警告の酒造メーカーハイトジンロが製造する警告焼酎で、警告国内シェア 50% 以上と圧倒的な人気を誇っています。日本での販売売上も年々増加し、日本のみならず台湾やイギリス、アメリカ、ロシアなどへも輸出され、世界中で飲まれています。また警告映画パラサイトには茶ばくりという麺料理が登場し、日本でも再現しようとレシピが投稿されるなど、警告グルメが話題になりました。これは警告の定番インスタント袋麺チャバゲティとのぐりラーメンという2つの麺を掛け合わせて作る、いわばアレンジレシピです。このチャパグリが注目されたことにより、警告製の即席ラーメンが人気になりました。警告のエンタメコンテンツが人気となり、それに連動して警告製品や日本で高まっているのです。しかし今回の厚生省の衛生違反による変装廃棄処分命令でわかる通り、警告産の食品の危険性は看過できません。厚生労働省は輸入食品等の食品衛生法違反事例を公表しています。それによると違反が最も多い国は中国です。これはある意味想像通りと言えますが、注目すべきなのは警告なのです。実は検査件数と違反率を比較してみると、警告の方が中国の倍の確率で摘発されているのです。中国は冷凍餃子事件など相次いだ食品問題で痛い目にあったため、衛生面の改善が進み始めています。ところが警告産食品の場合は依然として輸出時のチェック体制が大甘なのです。警告産食品を食べ続けると早死にする？もともと警告周辺の海洋は汚染が激しいことで有名です。そのためアメリカは警告産食品にノーを突きつけています。アメリカ食品医薬品局 FDA は警告産のカキ、ムール貝、ホタテなどの貝類は糞尿の海洋投棄により食中毒を引き起こす恐れがあるとし、流通業者に販売禁止を通告しました。さらに加工処理が施されている缶詰も販売禁止の対象としたのです。その際 FDA が出した通達には次のように書かれていました。警告産貝類の缶詰は人間の糞便に汚染された水域で採捕された貝類を含むため、食用として適切ではない。また生鮮、冷凍及び缶詰以外の加工製品にはノロウイルス汚染のリスクがあり、食品として適切ではない。これは警告では下水処理施設が完備していないため、糞尿や汚泥を海に流すケースが多いことを裏付けています。そのため警告近海の海産物は大腸菌やその他の細菌に汚染されやすいのです。警告の海産物の細菌汚染は避けられないものと考えた方が自然ですね。食の安全に厳しい日本に、なぜこのような細菌まみれの警告産食品が輸入されることになったのでしょうか。
これは民主党政権時代に法律が改悪され、全く安全性や衛生面が確認されずに渓谷産食品が輸入されるようになったためです。今回の厚生省の衛生違反による返送廃棄処分命令を受け、早急に状況を是正する必要があります。渓谷周辺の海洋汚染問題は改善しないでしょうし、水産品加工工場の衛生観念も正されることは難しいでしょう。渓谷では食品の輸送過程にも問題が起きています。2014年には調味料メーカーが糖蜜37トンをバキュームカーで運送して摘発されたという事件もありました。また最近では2022年1月28日カナダが輸入した渓谷産キムチから死に至る可能性のあるクラス1レベルの大腸菌が検出され、14件の腸出血性大腸菌患者が確認されています。カナダでキムチのリコールは今回が初めてではなく、2019年5月に半傘で流通したファーストチョイスブランドのキムチがカビのためにリコールされています。その他にも2014年2件、2017年1件、2018年3件、2019年3件のリコール例があります。これらの問題が起きると渓谷の食品輸出業者は続々倒産します。ところが社名を変えると知らぬ顔をしてまた同様の違法食品の輸出を開始するようです。これでは安心して渓谷産食品を輸入できる日が訪れるとは思えませんね。安全で安心できる食品を作ろうという姿勢が感じられない渓谷。2021年8月、辛ラーメンで有名な渓谷のインスタント麺メーカー最大手のノンシンが EU に輸出したラーメンから基準値超えの有毒物質が検出されました。また2020年6月には千葉県の業者が渓谷から輸入した赤貝から基準値を超える麻痺性貝毒が発見され、全回収に追い込まれています。2020年3月にはアメリカで渓谷産エノキタケに付着したリステリア菌に感染して4人が死亡、30人余りが入院する惨事も起きています。厚生労働省の輸入食品等の食品衛生法違反事例リストには唐辛子やエゴマの葉など渓谷料理に欠かせない野菜の名前が農薬の残留量が基準値超え食品として掲載されています。これほど多くの問題を起こしている渓谷産食品の背景には渓谷独自の食品規格の甘さがあります。食品の規格は国ごとに異なるため、それによって安全性に大きな違いが出ています。日本では食品衛生法とは別に JAS 規格があり、食品衛生法の基準より厳しいルールが課せられています。渓谷にも KS 規格がありますが、食品衛生法より厳しくしている食品はありません。つまり安全で安心できる食品を作ろうという姿勢が全く感じられないのです。渓谷政府は渓フードと銘打って様々な渓谷グルメを世界中に売り込んでいます。しかし渓フードの普及を目指すなら、まずは徹底的な安全管理を行うのがその最低限の前提だと思います。あなたはこうした渓谷産食品の危険性についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。